こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、今日無課金サバカ柴犬丸やっていきたいと思います。初期の限定放送でね、一緒にバズドラ界の朝を迎えるっていうね、4時なんですけど、11時から4時ぐらいまで5時間ぐらい生放送したのかな。お付き合いくださったありがとうございます。それでは、今日やっていきたいのですね、まあ、タイトルサムで見てもらったら分かるように IP でいいのかな、 IP でいいのか、 IP 降臨にちょっとコロシアムとかまだ手つけれてないんですけど、ちょっとまあ石をねちょっと1個しかないんで、はい、ちょっとあれ石を使ってガチャ引けないんで、とりあえず IP 降臨をクリアして、あとは無料でいただいた今日から始まったストリートファイターコラボガチャのを引いていきたいと思っております。それでは編成ご紹介します。はい、こちらですね、僕がこの柴犬丸がウルトラマンコロシアムを挑戦してた編成そのままもう流用しております。アシスタは向こうなんで、はい、このままですね、はい、それではご紹介したいと思います。はい、リーダーのウルトラマンレオ、レオキックに、超覚醒スキルプラスリラ全体性、アシスタはもう今回あえて無視なんで、はい、説明さすは、まあ、はしょられて省かせていただきます。はい、で芝の欄に超つなぎし、上演解放スキルチェーン2つ、シーウルフの武器ですね。で、あとの2体が超覚醒はもう潜在も一緒でマドゥ武器で、ウルトラの母に超覚醒10コンボ強化に、潜在つけてへんけど、まあまあいいでしょう。はい、でこちらがウルトラマンダイナフラッシュタイプですね。ウルトラマンダイナフラッシュタイプに超覚醒悪魔キラー2つに、スキルチェーン2つ、あとはダイナテレポーション、ちゃこれはスキル名やんけ。これ上限解放の方がいいんかな、まあいいか、やってみようか。はい、それでは、サクッとねクリアしてストリートファイターコラボガチャ引いていきたいと思うんで、 IP 降臨最後よし、はいはいはい、おっと、わあ、これ痛いな。でやで、どうしよう、レオだけでいけへんかな、いけへんな、そもそも火の数足りてへんもんね。よー、10個以上か。オッケー。じゃ回復もしとこうか。はい、はいはい、こう母がね多分ボス戦に自動回復なんですよ。で一旦ちょっと開くんで、ボス戦に向けて置いといた方がいいのかな。消せないと覚醒運行来そうやしね。はい、OK。ああ、何 ?OK。で、レオキックもしようか。OK。つか、母のスキルレベルって上げてたっけ、上げてへんかった、上げた方がよかったな。まあ、生きるんかな、でも。はい、はい、爆弾も関係ないと、OK。はい、OK。はいはいはい、あ、ルーレットうまいこと間に合った。ちょっと半分ぐらいじゃ、今。OK。ここ、母もしかしていいかもね、4フロア。OK。で、シバドラつこうて、はいはいはい。はいはい。どうせあれでしょう、どうせね、芝ドラ対策されるんでしょう。はい、もう分かってるんですよ。はいはい。はいはいはい。んで、これ下に回復あるから、ジョナサン使って、これってもう、5以降 ?OK、ナイス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 。あ、そうか、紙結び入れてへんから。はいはいはい。オッケー。あ、そっか、母もドロキを持ってるんか。じゃ、四つ石でよかったんか。よし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 。はい、オッケー。アムネシア。10個もう一回吸収。アブニーチ。アブネ。おお、ほら来た。ほら来た。で、核戦闘して、自動回復ループして、で、ちょっとあれやろ、分割せなあかんのか。ちょっと待って。はい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 、はい、これでいいか。 OKOKOK これで多分10コンボいったでしょう。はい、ああ、ほんまにクリアできた。
おお、IP 降臨簡単やんか。こういうのでいいよね、もう。こういうのもっとちょうだい。はい、じゃあ一応保護して。はい。はい、それでは、ガチャ引いていきたいと思います。はい、一応、お見せしましょうか。ユーザー情報の、今歴の無料配布、2個しかありませんね。はい。ちょっと今回はね、ちょっと石使って引くのは、ちょっと諦めとこうかなと思って、はい。それでは、解析、ストリートファイターコラボガチャから、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。無料から全然ダイヤ出てくれてもいいしね。なんなら昨日めちゃくちゃ、ほんま出た。え？サガットか。サガットって何やったっけ？タイガーショット。ちょっと待って。進化後は？タイガーランページ。あ、オッケーいいよ。おー、サガット。おー、いいやん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 。え、これサガットやったら実質ウルトラマン殺し、ウルトラマン殺しはもちろん、ウルトラマンはさっきのパーティー。で、シバドラとかみ合ってとかじゃないんかな。よし。じゃあ、クリアー。よし。これもドットストリートファイターコラボガチャですね。このアカウントね、ストリートファイターコラボガチャね、初めてなんですよ。あー、それさすがに金か。はいはいはい。これあれちゃう？ダルシムちゃう？ヨガファイヤーですよね。はい。ヨガテレポートか。いや、これドットやからやろ。ヨガファイヤーですよね。はい。オッケーオッケー。よし、じゃあクリア報酬開催記念、ストーリートファイターコラボガチャ。なんかクリア報酬開催記念ばっかで、なんかどれがどれか分かるようになってる。よし。ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ。え、ちょっとダイヤ率高くない？お、桜、桜、マトウ桜やったっけ？あれ？それはなんか、あれか、フェイトか。くす、適当なこと、ストリートファイターコラボさんに失礼やろ。もうさっきから。オッケーオッケーオッケー。あ、究極進化するんや。ちょ、待って、なんか火水って僕めっちゃ欲しかったぞ、なんかそのリーダー。はい、よし、それじゃあこれが大本命ですね。はい、クリア報酬。これもクリア報酬。クリア報酬。おそらく確定ガチャ。ストリートファイター。チュンリーのタタタタタタタと、あと、エドモンド・ホンダとか覚えてるんですけどね、僕。よし。サガット被っちゃうか。まあいいか。無料やしね。はい、それでは結果見ていきましょう。はい、これ上からなんかの IP からですね、サガット、ダルシム、サクラ、ダルシム。いや、ダルシムちゃう、サガットか。ちょっとハゲてるとか一緒やけどね。はい。で、ちょっと交換状見てみますね。はい。お、リュウ、チュンリ、ベガーも交換できるし、ガイルも交換できるし、あ、サイレア、あ、今回ってあれか、サイレアって、あ、なんか、なんか、え？じゃあ、サイレアが出てたってことか。ああ、すご。豪気はちょっと交換しときたいよね。豪気は交換しときたいよね。武器がね、優秀なんでね。はい。それでは、まあ、引いてもいない、豪気の大念珠？なんて呼ぶの？わかん、呪術か。はい。で、終わりたいと思います。それでは、今回はね、これで見て、お開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。最後まで見て、皆さんも、お疲れ様でございました。はい。まあ、ストリートファイターコラボガチャなんですけどね、結構ね、武器が優秀だったりするんでね、なんかここは抑えておきたいなとかいうところピンポイントでね、ご自分の、持ってらっしゃるキャラと、照らし合わせて交換してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい。そんな感じで、締めの言葉にしていきたいと思います。それでは、私、今回のお相手は、ゆうでございました。バイバイ。